はい、皆さんこんにちは、ミッチーです。今日もブログアップしていきます。本日はカメラジンバルのお話ですね。皆さんね、ジンバル使ってますでしょうか。使ってる皆さんね、ご存知かと思いますけども、ジンバルの弱点ありますよね。そう、それが縦揺れですね。はい、ジンバルは縦揺れに弱いんです。大きくね、手ぶれをね防いでくれるジンバルも、人間が歩くときに生まれる上下運動っていうのはね、すごく苦手とされています。そのため、その上下運動をね抑えるために、一般的に言うジンバル歩きっていうのをね、皆さんねよくされると思うんですけども、今回はね、そのジンバルの弱点でもある上下運動を抑えるためのアイテムをご紹介いたします。それがこちら、じゃじゃんと、はいはい、こちらがですね、デジタルフォトの DH4 Pro というものになります。ちょっと一見変わった形してますけど、なんとなくわかると思うんですが、こんな感じで動きます。はい、こうです。そうです、上下運動を抑えるためのバネがね取り付けられてるんですね。今まででは縦揺れを起こさないように丁寧なジンバル歩きっていうのがね必要でしたよね。ただこれがね、なかなか疲れるんですよね。そのためね、やはり撮影の後半ってなってくると、ちょっとバテてしまって、前半のようなね安定した映像っていうのを撮ることが難しくなってきます。これはね、やっぱり長丁場の仕事の時によくありますね。どれだけね技術のある方でも、やはり体力的にも精神的にもね辛くなってきて、そういった影響っていうのはね、自然とこう映像に出てしまうっていうこともあります。でそんな時にこちらの DH4 Pro を使うことによって、足場の悪いところだったり、よりね神経を使うようなジンバル歩きをしなきゃいけない場面っていうのを、少しねこう軽減してくれるといったものになります。例えばね、階段だったり、砂利道だったり、砂場だったり、そういった部分ってね、結構足をすくわれがちでね、安定した映像って撮りにくいんですけども、これを使うことによって、よりねラフに動いても安定した映像を撮ることができるといったものになります。そんな便利そうなこのデジタルフォトの DH4 Pro なんですけども、実はね以前僕これ案件をいただいておりました。なんですけど、ちょっとねスケジュールの関係でちょっとお返事が遅れてしまってね、在庫がなくなってしまったということで、残念ながらね案件をお受けすることができなかったんですけども、今回ね僕こう自腹で普通に買いました。はい、近々ねちょっと撮影の案件で足場の悪いところで使う予定がね出てきたので、これをね買っておこうということで購入いたしました。そんなこんなね言ってますけどね、こちらを使った映像と、普通にジンバルで使った映像どう違うのかっていうのをね撮影してきましたんで、そちらの映像をご覧になってください。それではどうぞ。
はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、今回ね、撮影にあたってジンバル歩きっていうのは一切していません。でそれをね、踏まえて見ていただいていかがだったでしょうかね。まあ、正直分かりにくいかなと思います。僕もね、実際、撮影して家に持ち帰って編集して、分かりにくいなっていうのをね、すごく感じました。まあ、このあたりはやっぱりジンバルの性能の良さっていうところもね、出てきたりはするのかなと思います。で実は今回お見せした映像以外にも、実はね、別の公園に行って撮影をしてるんですよ。で撮影してきたんですけど、そちらもやっぱり見てみると差をね、顕著に感じるということがね、できなかったんですよね。まあ、これは本当に撮影環境によってだいぶ変わる部分かなと思います。僕が撮影したところっていうのは結構平坦なところが多くて、足場が悪くはなかったんですよね。なのであえて今回、階段のね、あるところで撮影をしてみたんですけども、まあ、どちらもそこまではっきりとした部分は出てこなかったかなと思います。ただよーく細かく見てみると、まあ、若干こう上下運動っていうのが、まあ、柔らかくなってたり小さくなってたりっていうのは、確かにこちらの DH4 Pro の方に、あったかなと思います。まあ、使ってみた、まあ、僕のね、この使用感的にはかなり抑えられてるなっていうのはあったんですよ。まあ、なぜかというと、使ってる時ね、手元ではかなりこうグワングワン揺れるんですよ。グワングワン。けど映像を見てみると意外にブレてないっていう。でしかもかなりね、かなり存在に走り回ったんですよ。にもかかわらず抑えられてるっていうことを考えると、やはりまあジンバルはもちろんですけど、こちらの効果もね、かなりあったんじゃないかなというふうには使いながら感じましたね。ではね、まあ、使ってみたところで、まあ、良かったところ悪かったところちょっとまとめましたんで、そちらお話ししていきます。まず良いところですね。先ほども言いましたけども、足場の悪いところでの補正力っていうのがやっぱり若干良くなります。これは多分ね、使ってもらったらより一層ね、感じることができるのかなと思うので、本当にね、微味たる差かもしれないんですけども、そこまでね、こだわった映像をする場合っていうのは、こちらを使うね、価値っていうのはまた出てくるんじゃないかなとは思ってます。次良かった部分、ちょっと映像ではねお見せしてないんですけども、オービット撮影っていうのがあるんですよね。まあ、こうぐるーっとね、サークルを描くように撮影する方法なんですけども、オービット撮影をするときにかなりね、やりやすかったですね。なぜかというと、やっぱり両手ハンドルなので、こういうね、手の前後の調整でジンバルっていうのを動かせるので、すごくね、その分の微調整が効きましたね。これジンバルだけになると結構体を使って回していったりとか、手首を使ったりとか、結構ね、細かい調整が必要になってくるんですよね。そうすると動いてますんで、被写体をね、正確に狙うのが難しいっていう場合があります。なんですけど、これを使うと結構ね、その辺をね、しっかりとね、狙っていきやすかったんですよね。それは多分この両手ハンドルのね、操作性にあるのかなと思うので、そういった部分でもね、こちらね、効果を発揮してたんじゃないかなと思います。であとですね、やっぱりこれ取り付けてるとでかいじゃないですか。そして重くなっちゃうんですよね。なんですけど、ここにね、グリップがあると思うんですが、これをね、実はジンバルにつけっぱなしでもいいんですよ。僕の使ってるジウンのウィービル S に関しては、これを使わないと取り付けることができないんですね。ただ他のジンバルに関しては、ここのね、まあ、サポートの部分っていうのを交換すれば、このグリップ使わなくても止めることができるんですけど、これを、まあ、つけておいても、ハンドルをですね、こう外してよ、こんな感じでね、取り外すことができるんですよ。はい、こんな感じで。そうするとですね、はい、こんな感じです。ちょっと長くはなるんですけど、ジンバル単体で使う時にも、この長さっていうのが逆に、ね、生きてきたりもします。はい、なのでこれはね、良かったかなと思います。僕は通常この状態で置いてあります。でまあ、近々ですね、また僕ミュージックビデオのお仕事が入ってるんですけども、ちょっと足場の悪いね、砂地のところで撮影したりするので、まあ、今回ね、このグリップのものをやはり買って良かったなっていうふうには感じました。まだ実際に現地に行ってどういったね、環境になるかっていうのは分かりませんけども、まあ、効果をね、やっぱり出してくれるんじゃないかなっていうね、期待はね、持てましたね。ということで、いい点はここまでになります。次、ちょっと気になった点お話ししていこうと思います。気になった点はですね、速射性が悪いというところですね。まあ、なんとなくね、イメージつくかと思うんですけども、まあ、これにね、グリップがついて、ちょっと装着してみます。
はい、この状態になるわけですよ。この状態になって、よしじゃあ撮影しようかと思ってこう持つじゃないですか。そうするとね、はい、これもうこっち離すとうおーって落ちちゃうんですよ。なのでどうするかっていうと、もうどこか平らな面に置いて両方持ちしてから持ち上げなきゃいけないんですね。そうなると、例えばこれを持って移動してさあ撮りましょうかっていう時に、はいはいってできないですよね。こうもうこれ重たいんで、今カメラついてないですけど、こんなような感じで危ない扱いになっちゃったりするので、できればやっぱこう置いて両手持ちしてよし撮るぞっていう環境じゃないと、ちょっと使うことはやっぱできないなと思いました。という部分でね、まあ速射性がちょっと悪いかなと思います。で次ですね、こちらね、やはり両手ハンドルなので、まあ、ジンバルの設定を変えられないというところになります。使っていて、例えばフォローモードをね、途中からロックモードで、そっからパンフォローモードみたいな風にね、切り替えたりするっていうことが、これを使ってるとできないので、基本的には、パンフォローモードか、まあ、POV モード、フリーモードみたいな、ちょっとこう自由にね、パンもチルトもいけるような形っていうものが、まあ、使っていて、安全なのかなと思います。まあ、実際ね、その辺の構成っていうのを、まあ、事前に考えてからこの設定を作っていかないと、例えばパンフォローモードでこうぐーっと攻めていって、今度上に振りますよっていう時に変えられないんですね。あ、フリーモードとか POV モードにしたいって思っても上がらないんですよ。もう両手持ちになっちゃってるんで。なのでそういう部分では、アグレッシブなフォロー設定を変える方にとってはこちらは使いづらいかなと思いました。なので撮影入る前にはしっかりとそちらのね、構成っていうのも考える必要がありますね。はい、次、ローアングルが難しいです。こうやって組んでしまうと、まあ今までジンバルだったら反対に向けてインバートモードみたいなね、ローアングルモードっていうのがね、こういうふうにできたんですけど、こちらをつけているせいで、まあ、これローアングルにしようと思うとやっぱ限界があるんですよね。下にこう持っていって、まあこうグリップもありますしね。でこれを下げるっていうのもなかなか難しい構造上なので、まあ、ローアングルには適してないという感じですね。まあ人の目線ぐらいで使う場合には、こちらはね、効果が大きいかなと思うんですけど、下から煽るようなね、攻めた絵を撮る時っていうのは、このジンバルを逆につけるとかしないと使うことが難しいかなと思います。そして次ですね、重いですもう何よりも重いです。これ単体はそんな重くないんですけど、やっぱりジンバルとカメラをね、乗せるとまあ重い。はい、なので、まあ、ジンバル歩きのね、負荷をね、軽減してくれると言いつつも、その分、腕の方に来ます。なので、まあ、それなりにしっかりね、筋トレも必要になってくるなと思って、はい、ちょっと今後ね、僕もしっかりと筋トレ始めようかなと思います。はい、ということで気になった部分はそこまでになります。一応ですね、こちら購入すると付属でついてくるものがありまして、ここのね、中のバネっていうのがね、交換することができます。あと2種類ぐらい入ってるんですけども、強度がね、ちょっと強めのものが2種類あります。なので実際これデフォルトで使ってるバネが、まあ、機材の関係上かなり重たくなるようでしたら、強めのバネに変えてあげるっていうことが必要になります。なのでそれはね、皆様使ってる機材に合わせて交換してあげてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。こちら、はい、個人的にはね、買って、まあ、今後ね、活用していければいいなとは思っているので、はい、また使ってみて、こういう部分が良かったよ悪かったよっていうのが出てきましたら、またご報告しようかなと思います。はい、ということで本日はデジタルフォト DH4 Pro ご紹介してみました。この動画参考になりましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。岩出みっちでした。バイバイ。Nights and late nights, don't kid around. But there's something about you, something about you I like.